さや話せ性格を昔は照れくさかったけど今は強く感じるよ絆には先のくるみは空高く背を伸ばして太陽さんさん浴びてリンと第122回しゃべくり松代です。えっさえっさえっさほいさっさ、はい、今、お猿のかご屋で、始まるこのしゃべくり松代ですけれども、今日はえっさほいさも来てくれています。今日の話題は明かりをつけましょうぼんぼりに、お花をあげましょう桃の花。さあ、大変寒い松代ですけれども、間もなく3月です。3月3日から松代では松代でひな祭りが行われます。今日はひな祭り実行委員会の熊木のり子さん、田中佳代子さんをゲストにひな祭りについてお伝えいたします。そして特別ゲストは先ほどもご紹介いたしました六文キー家族のエッサホイッサがお雛様になって登場してくれています。どうぞ今日は皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。松代でひな祭りですけれども、今年はどんな催しが行われるんでしょうか。はい、町内およそ90カ所にお雛様を展示したり、流し雛、それから折り紙や布でお雛様を作る体験、ミニコンサート、ひな祭り寄せ、ひな巡りなどです。はい、毎年大変にぎやかに行われますけれど、90カ所はどんなところに飾るんでしょうか。はい、真田邸、文部学校などの文化財や公民館、文化ホールなど公共施設や、それに町中の商店などです。はい、例年商店や皆さんに大変ご協力いただいてますよね。で、今年特別な展示はありますか。はい、真田邸に久しぶりに展示します享保美男、明治、大正、昭和の初期、昭和30年代のお雛様を展示します。八田家のお雛様も3月3日から10日の1週間だけ特別展示いたします。はい、この真田邸ですね、真田邸、確か、松代でひな祭りが一番初めに、寄贈されたお雛様を飾ったのが真田邸で、それが松代でひな祭りの始まりでしたよね。で、それから改修工事が行われてしまっていたので、ずっと飾らないでいたんですけれども、何年ぶりかで今年久しぶりに飾るということですね。はい、じゃあ真田邸飾るのはとても楽しみですけれども、その他、商店の皆さんどんな風に飾ってくださっているか、去年の写真から見てみましょう。これは、お茶屋さんですね、小島園さん、はい、毎年大正時代のお雛様をこうやって飾ってくれていますけれども、ね、本当にお茶碗がね、横に並んでいる、そこにお雛様が飾ってあるんですよね。お茶もいただけますよね。そうですね、はい、お茶もいただけるし、本当に見に行っていただきたいところですね。次は、これも今の、お茶屋さんなんですけどね、この奥にあるこちらかな、昔話のお雛様が飾られるんですね、桃太郎だとか浦島太郎だとか、
そういうお神話様があってちょっと珍しいです、はい、これはお菓子屋さんですね。お菓子屋さんがお菓子をどかしてお雛様を飾ってくれる。あ、本当だ、ええ、そうなんですよ、ね、横にお菓子がありますね。横に、ええ、お菓子が随分一生懸命たくさん集めてらっしゃいますね。つたやさんですよね、はい。次これは松葉屋さんですけれども、あの古い江戸時代のお雛様から平成のお雛様までいろいろなお雛様をいつも飾ってますね。これは古いお雛様が前にあるのかな、ね、と思います、はい、はい。それから次こちらです。こちらも実は和菓子のお店の角屋さんですけれど、いつも本当はここへお菓子が並んでいる。そう、ショーケースですね。そこへみんなお雛様はこうやって並んでしまいます。このようにね、商店の皆さんが本当にあのこの期間だけは協力して、お店中をお雛様にしてくださっているんですが、もう一つ松代の特徴として、町内6つの保育園や幼稚園からあの園児の皆さんの作品をお借りして手作りの、ね、手作りのお雛様です、ね、これが毎年ね、文化ホールの可愛いですよ ね、 ね、あの表情もとっても可愛いですね。そうですね。それから毎年ね、変わったものを作っていただいて、そうですね。だからこれも飾る私たちもとても、ね、楽しみですよ ね、 楽しみですね、うん、そうですね。それで飾る私たちもっていう今お話をしたんですけれども、あのこの90カ所の中にはボランティアの人がたくさんこう飾ってくれますよね。今年はいつから飾ることになってますか？明日26日ですか、あのサポーターがみんな協力し合って、はい、各所持って行って飾り始めます。そうですね、はい、またあのたくさん飾ったところを皆さんに見ていただけるのが楽しみですね。そうですね、はい、一生懸命飾らせていただきます。 そうですね、はい、そしていよいよお雛様が飾られるとオープニングで3月3日になりますが、3月3日の流し雛は今年はどんなように行われるんでしょうか？はい、3月3日に、今年は大河ドラマで八重の桜でも紹介された象山神社で行います。はい、折り紙でお雛様を作って本殿で祝詞をあげていただいて東側の川で流します。こんな風に ね、はい、あの象山神社の東側の川ってなんか流し雛をやってくださいっていうようにねいい降りてこう流せるようになっているんですよね。穏やかに流れてますね。そうですね、これね、あの竹山町の皆さんが、まあ、私たちもちょっと協力してお掃除はするんですけれども、水の水量はねお雛様流すにちょうどいいようにね上の方で調節してくださるんですよね、当日ね。だからあのとっても子どもたちが流すのに、ちょうどよく水が流れています。例年本当に竹山町の皆さんにもねご協力いただいてますね。綺麗にしていただいてね、そうですね、拾っていただいたりして、とってもありがたいです。おじいさんやおばあさんも来ますよね。そうですね、それと当日までに実は保育園だとか児童センターへ行ってボランティアの方が教えてるそうですけれども、確か田中さんも、はい、ね、あ、そうですね、あの折り紙のボランティアグループの皆さんですけど、私もそこへ参加しまして、はい、今年あの福祉寮と豊坂の児童館行ってきました、はい、あ、そうですか。毎年子どもと楽しい時間を過ごしています、はい、これはね実はあの今松代の児童センター花の丸児童センターの、はい、ね、あの映像ですけど、大勢の皆さんがね一緒にボランティアの方と作ってますね。でここで作ったものを持って当日参加してくれるお子さんがたくさんいるわけですが、確か当日もあの象山神社で社務所で、社務所で、ね、あのまた私たちが行ってお教えしますの で、当日も来てあの折っていただければ大丈夫ですよね、はいはい、それからこのお雛様を折る、ボランティアの皆さんの取りまとめを輝き広場の北澤さんがしてくださっています。そして保育園や児童センターとの、あのつなぎもしてくださっているんですが、その北澤さんからあのメッセージをいただいていますので、田中さんに読んでいただきたいと思います、はい、お願いします。読まさせていただきます。子どもたちとの交流の大切さを感じて、いつの時代も子どもの成長を願う気持ちは変わらないものです。一年に一度象山神社で行われる流し雛では、折り紙で折ったお雛様を感謝の気持ちとこれからの無事を願い川へ流します。このお祭りが開催されるようになってから6年ほど経ちますが、当日に向けての準備など地域の折り紙のボランティアグループの皆さんの関わりはとても大きいものです。
松代地区すべての子どもたちを地域のみんなで見守り育てていきたいとの願いの中で、約12箇所の保育園、児童センターなどに出向き、子どもたちとひな作りを通しての交流をしています。今では地域全体に流しびなが広がり、それぞれの施設の先生方も交流の時間を大切に受け止めてくださり、今年はさらに交流を受け入れる施設が増えました。ほんのわずかな時間ですが、折り紙を教えてもらいながら一緒に作ることは子どもたちもずっと覚えていますし、とても大切な時間だと感じます。流しびなは松代の伝統行事として子どもたちの心の中に刻まれています。その子どもたちもいつか親となり、我が子を連れて流しびなに参加する日が訪れるかもしれません。今年の開催日3月3日、流しびなにみんなの思いを託して流し、地域みんなで子どもの成長を願いましょう。本当に北澤さん若いんですけれども、とってもいいことを、ね、書いてくれてます ね、 私たちも本当に流しびなって、子どもたちの成長を願ってやっているんですけれども、子どもたちだけじゃなくて、確か高齢者の施設の方たちもね、その日皆さんで来てくださったりっていうのがあって、本当に地域の大勢の皆さんでできる行事でとってもいいなって思っていますよね。本当に盛り上がってきましたよね。本当嬉しいです。で、流した後のお楽しみは、流した後はそうです、ね、ゾウさん先生のように立派になるように皆さんに知恵餅も差し上げます。それと甘酒のサービスもあります。それと六文キーがおひな様になってお迎えします。はい、このちょっといいですか、それ見せていただいて、はい、これね、これも実は輝き広場の方でボランティアの方が作ってくれたものです。で、この後ろにも真っ白でひな祭り流しびなというので、皆が子どもの幸せを願いひな人形は飾られます。こう思う気持ちはいつの時代も変わらないものです。病気や怪我、災いを子どもの身代わりとなって背負ってくださるひな人形、一年に一度感謝の気持ちを込めてお祭りをし、これから先の1年間の無事をお願いします。流しびなに思いを託し、地域みなで子どもの成長を願いましょう。そういうメッセージもつけて、これが知恵餅と一緒に象山神社さん の、 ところへ入れて皆さんに差し上げることになっています。六文キーさんもね、ちょうどその日は来てくれるので、はいはい、大勢の皆さんに来ていただきたいです ね、 ですね、お待ちしております。はい、それではその他の催し物で、折り紙でおひな様作りと布のミニひな作りについていつ行いますでしょうか。はい、折り紙でおひな様作りは3月4日の月曜日午前9時30分から町歩きセンターで行います。材料費が300円かかります。はい、またその後11時からはハンドベルの演奏もあります。おいでください。はい、それと布のミニひな作りは3月の9日土曜日午後1時半からやはり町歩きセンターで行います。材料費は500円です。はい、じゃあ折り紙でおひな様作りの作品ですね、こちらです。今年は偶然なんですけれど、今年両方ともこう短冊とか色紙に似たような感じのものではありますけど ね、 初めてですね。両方とも、可愛いですね。素敵ですね。それをこれ二人ともこれは何でふっくらしてるか分かりますか。ああ、ふっくらですね、私のように、初めて見ますね。見ます、去年と全然違います、ね、違いますね、実はね、これね、貝殻が入ってる。あ、そうなんです。すごい素敵、ね、とっても可愛いので、またぜひ大勢の皆さんにね、作りに来ていただきたいですね。はい、その他の催し物のご紹介お願いします。ミニコンサートもあります。はい、3月10日1時半から旧樋口家住宅でコカリナとハーモニカの演奏があります。はい、それとひな祭り寄せは、ひな祭り寄せが3月24日やはり旧樋口家住宅で午後1時半からあります。落語、大喜利、オカリナの演奏などありますので、はい、ぜひたくさんおいでになっていただければ嬉しいですね。はい、確か3月24日は午前中はひな巡りがありますよね。ひな巡り午前中あって、で午後またぜひこちらへ、参加していただければというふうに思います。それからここのところ大変人気 の、 焼き物のおひな様ですけれども、はい、今年も、販売やオークションがあるんでしょうかね。はい、
なんかそこに飾ってありますね。はい、そうですね。あら、今年は増えましたね。そうですね。あの去年ですね。そうですね。はい、去年はお代理様とお雛様と3人官女だけだったんですけれども、うん、今年は5人林も増えて、はい、これがオークション作品ですね。いくらでしょう。そうですね。楽しみですね。楽しみですね。大勢の皆さんにね、またあの入れていただければなと思いますね。それから、販売されるお雛様ですけれども、今年も可愛いのが出来上がってきています。ちょっとまた趣が変わって、ね、そうですね、はい、ですね、違ってね、いますね。これは2000円で去年はふっくらだったので、ね、もっとふっくらしてましたね、はい、熊木さんが私に似てるって言って、はいはい、もう少しスマートでも、今年はかよちゃんのようになってます。かよちゃんのようになりました。いい、ね、そこまで痩せてないけれど、でも毎年楽しい、これも楽しみですね、はい、でもみんな表情ちょっとずつ違いますね。違うんです、違うんです、だから買う方もね、本当にあの一生懸命見て、あの表情を見て、あ、こっちの方がいいって言って選んで、うん、全部選んでますよ、ね、買ってきますね。自分のおひな様って感じですね。そうですね。で、あの去年のオークションの方もね、去年は実は2人が同じ金額になってしまって、そして、お二人で抽選をしていただいて、お一人の方にってなったんですけれども、はい、ですから今年もそんな風になることを願っています。はい、それと焼き物のおひな様も本当にあの記念になりますのでね、ぜひというふうに思います。遠くの方へお嫁に行っていただけばいいよね。あ、そうです、あ、そうですね、遠くの方にもぜひぜひというふうに思いますね。はい、おひな様で本当に町中が1ヶ月間にぎやかになります。実はもうこの町歩きセンターも吊るし雛が飾られていたり、町内3月3日とは、まあ、からとは言ってはいるんですけれども、もう本当に何点かはあの飾っていただいてあります。松代荘もね、そうですね、はい、だからこれから皆さんにもぜひ松代に来ておひな様を巡っていただければと思います。今日はひな祭り実行委員会の熊木紀子さん、田中佳代子さんとひな祭りについてお伝えいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。来週のしゃべくりますよ、うん、決まった、決まりました。あ、よかった、よかった、ね、皆さんもう心配しました。そうですか、さすが皆さん、いやいや決まりましたね。いやいや、いやありがとうございました。それでどなた、うん、あのね、高月さん大英寺のね、お宝っていうので大英寺の住職さんにちょっと来てもらいます。はい、あ、存じ上げております。いい方で、よかった、うん、その方にねちょっとね、うん、お話聞いて、どんなお宝があるのかな、うん、ちょっと見せていただきます。お話を聞かせていただこうかな。いや、ご住職本人もお宝だ、はい、うん、ね、おっしゃる通りで、いやー、よかった。あ、分かりました。なんでちょっとね、来週やってみたい。ご苦労様です、ありがとうございました、はい、それではあの来週のしゃべくりバスロン、はい、どうぞお楽しみに。あ、後ろに見えてますね。あ、つるし雛、うん、あ、いいですか、じゃあちょっとおまけを、皆、うん、さん、はい、はい、おまけを、あのね、はい、じゃあ圧力センターで、はい、じゃあこちらちょっと飾ります、はい、はい、こんな形で、まだちょっと、ね、あの少ないですけど、はい、これからだんだん増えてくると思いますんでね、はい、はい、あのぜひまた、来週でもまた見せていただきたいと思います。はい、はい、それでは来週のしゃべくり松戸、そして、はい、この吊るし雛、どうぞお楽しみに、はい。